僕は電子顕微鏡。今日引き渡しされご主人様のものとなる。僕を迎えるにあたってご主人様は部屋を居心地よくしてくれたり、すぐに使いこなせるように事前に講習を受けてくれた。ご主人様が僕のために選んでくれた仲間たちと共に、僕は一生懸命見て測った。観察に必要なものはご主人様が取り寄せてくれた。やがてご主人様の仕事は軌道に乗り、新たなプロジェクトが開始された。ご主人様は僕が安心して仕事に取り組めるよう保守契約を結んでくれた。どうしても僕では測れないデータや納期に遅れそうなことがあったけど、いろいろなサービスを利用して無事プロジェクトを終えることができた。月日が経ち、ご主人様は忙しくなって僕を操作することは減った。しかしご主人様の部下の方が講習を受けて僕を目いっぱい使ってくれた。さらに月日は経ち、僕は後輩とバトンタッチすることになった。とても大事にしてくれたおかげで僕は有料中古装置として工場で再生されることになった。ご主人様のおかげで僕の半生はとても充実したものになりました。選んでくれてありがとう。いつもいつまでも最高の性能を。